始まりました。ニコイチのてんです。今からここに勝俣博物館の勝俣さんがいらっしゃるんですけど、ニコイチ恒例企画、いきなり障害物リレーをやっていただきたいと思います。早速ご紹介していきます。はい、玄関入ってすぐいきなり障害物リレーが始まります。そして勝俣さんはヒーロー系の動画を撮ってらっしゃる方なので、ヒーロー実況をしながらやっていただきたいと思います。例えば風船があったら、こんなに大量の風船壊せるのかとか、そんな感じにやっていただければと思います。そして一つ目はこちら、激痛足つぼ地獄の道です。この足つぼを勝俣さんに超えてもらいます。そして二つ目がこちら、爆裂風船噛みちぎりです。この5個の風船を噛みちぎってもらいます。結構苦戦される方も多いんで、勝俣さんはどうかな。三つ目はこちら、ギリギリリンボーダンス。このリンボーダンスを勝俣さんに超えてもらいます。いけたー。そして最後はこちら、ゆらゆらパン食いです。この揺れるカレーパンを勝俣さんに口でキャッチしてもらいます。そしたらこっちに走ってきてゴール。ここまでに何分何秒かかったかが勝俣さんの記録になります。勝俣さん、なんか障害物リレーを知ってるっぽいんですよね。そこがどうなるか楽しみです。ということで勝俣さんが来るのを待とうと思います。あら、おはようございます。おはようございます。突然ですがいきなり障害物リレー、よーいの始まってる。ヒーロー実況しながら、マジか。ヒーロー実況、ヒーロー実況、なんだこれは。痛い、意外と痛い、痛いぞ。俺は負け。爆裂風船噛みちぎり、これ一番やりたくなかったんだよな。ヒーローなら一気にいけるはず。マジで無理なんだけど。あれあれ、勝俣さん練習してこなかったんすよ。その娘目周辺が割れやすい。ここら辺やっていいっすか。はい。うわ、俺は負け。さすがヒーロー。うわ、うわ、うわ、お疲れ様です。くそ、次は誰だ。ギリギリリンボーダンスです。うわ、うわ、もう一発で、最後だ、最後、ゆらゆらパン食い。おい、ゴー。やったぜ。はい、勝俣さんお疲れ様です。お疲れ様です。勝俣さんの記録、はい、1分56秒。意外と結構よかった。かなり早いですね。お疲れ様です。お疲れ様でした。ヒーロー実況さすがですか。よかった、ちょっとありがとうございます。こんなにも負けず。いや、結構本当何回かやっぱやられてやられてね、強くなるんで。さっきの玄関の勝俣さんとはまた違う勝俣さんになられたということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでこの動画が面白かった、勝俣さん早い、かっこいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。します。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。マジで準備しなかったわ。俺言ったからないと思ったんですよ。いやいやいや、ありますよ。